のお父さんは飛行機に乗っています。その飛行機は F-15 イーグルという名前で、とてもすごいスピードで空を飛びます。僕はイーグルに乗るお父さんがものすごくかっこいいと思います。いよいよ今週で最後だな。ああ。マキ、お前根っからのイーグルドライバーなんだ。体幹の意思変わらんのか。もう決めたことだ。スグム君いくつになった？再来月の誕生日で6歳だ。へえ。月日の経つのは早いな。出産祝いだって朝まで飲み明かしたのがつい昨日のようだよ。年取ると早く感じんだよ。あ、こいつ人のこと中年親父みたいに言いやがって。生木ん、俺たちは選ばれた人間じゃなかったのか。365日高度3万フィート 6.5G の過酷な世界で戦闘機を飛ばすことだけ考えてきた特別な人間じゃなかったのか。ここで降りちまって本当に後悔しないか。初めて戦闘機を見たのは7歳の時だった。夏休みに親戚の家に遊びに行った時だ。釣りに行く途中、いとこたちとはぐれた俺は偶然空自のベース近くまで来てたんだ。すごかったよ。
青空にまっすぐ飛んでいく翼が太陽にキラキラ輝いていた。まるで銀色の流星みたいに。銀色の流星か。あの時の体験が俺の人生を決めた。俺は戦闘機に憧れ、パイロットになることを夢見て、そして実現した。だったらなおさら。でも息子は、つぐむは、俺が将来の夢を決めた年になれる保証すらないんだ。例の病気、思わしくないのか。つぐむが倒れた時、医者にはっきり言われたよ。今度発病したら、助かる確率は 20% だって。長くても、たった1年しか。俺は夢を叶えたんだ。せめてこれからは息子と一緒に過ごしたい。少しでも家族と一緒に。新たな飛行情報入っていないか。引き続き情報ありません。完全なアンノーンです。スクランブル機まもなく離陸します。お仕事で遅いからそろそろ寝なさい。ねえママ、パパもうイーグルに乗らないの？え？どうしたかな。その話はパパが帰ってきてから行こうね。さ、5本読んであげるからベッドに入りなさい。レーダーコンタクト。こいつ本当に航空機か。どうした、倉島。バカだ。突然来た駅か。倉島、すぐに起動しろ。しかし、アンコントロールになれば墜落だ。あとは任せろ。すまん、マキ。パーチポジションだ。もうすぐ見えるぞ。ロストした。
だ基地から連絡がなくて。桃、怖い夢見た。つぐむが起きてきました。はい、また後でかけ直します。おばあちゃんからどうしたの？なんでもないよ。本当に何でもないからね。柔らかいんです。おいおいおい、この近くの山の中に自衛隊機が落っこったんだと。外に何か火かなんか見えねえか？なあ行け。どうしたのお前？電話貸していただけませんか？救急だ！何もつけた！呼んでくるから。陽子、教えてくれ。俺は一体どうなった？パパ？つぐま？パパ、大丈夫だったんだね。ごめんな、つぐま。パパ。精密検査の結果、特に異常は認められませんでした。いや、むしろ非の打ち所のない健康体と言っていい。それにしてもあの状況で骨折一つないなんて、まさに奇跡の生還です。奇跡ですか？階級、氏名、所属部隊を。二等空尉、牧俊一。所属は第7航空団第204飛行隊であります。よろしい。事故の状況を覚えているかね？はい。では説明したまえ。可能な限り詳細に。はい。10月15日、二日と丸号スクランブル要請を受け、倉島1操縦機とともに発進。飛行高度3万フィート、方位202で飛行。約2分後、突如倉島機にマシントラブルが発生。どうしても納得がいかないんだ。なぜ例の赤い発光体を誰も問題にしない？確かに事故当時の記憶は曖昧で信憑性に欠けるかもしれない。しかしだ、マギー、マヨさん、確かに今回の件は不可解な謎だらけだよ。突然のマシントラブルに消えた発光体、そして俺の奇跡の生還。そう、そいつが一番の謎さ。だからマギ、奇跡だろうが何だろうが、お前が今こうして生きてるのは紛れもない事実だ。しかしだな。聞けって。お前はイーグルを降り太陽を去る決心をした。その矢先に危うくこの世を去っちまうとこだったんだぜ。だがお前は山津の川を渡らずに舞い戻ってきた。俺はそれが嬉しい。それが何より嬉しいんだよ。
け者。周辺一帯の封鎖状況は？すでに完了。しかし、未だ網にはかかっていません。乗組員は？全員死亡確認。正直、ひどい状態です。まるで猛獣が暴れ回ったような。猛獣？残念ながら、そんな生優しい相手ではない。お疲れ様です。どうぞ。ありがとう。はい、お気をつけて。お疲れ様でした。グッドフライ。ありがとうございます。どうもありがとう。どうもありがとうございました。先輩！先輩先輩！社長が事務所と呼んでますよ。はい。あ、一平さん。はい。その、先輩っていうのをやめませんか？え、どうしてです？入社したての新人が、金属3年の一平さんに先輩って呼ばれると基本的に変ですし。僕がそう呼びたいんですよ。金属ネスなんて関係ないです。そう、肝心なのは実力ってゆりちゃんが言うなよ。だって本当じゃん。社長、城南団地の写真撮影すべて終わりました。はい、ご苦労さん。どう、仕事の方は？最初は戸惑うこともありましたが、今はなんとか。なら、よかった。初日の社長の言葉、肝に銘じてます。民間に必要なのは競争心ではなく安全への心遣いだって。口はばったいとは思ったが、戦闘機とセスナじゃ勝手が違いすぎるしね。急旋回も音速を超えることもない。まあ、比べてしまえば単調で物足りない日々の繰り返しだ。単調だなんて。むしろ家族と過ごせる時間が増えた分、毎日が驚きの連続です。驚きの？ええ、戦闘機で空に出れば結局一人だけの世界でしたから。なるほど。じゃあ今日もまた驚くな。はい。来るそうだよ、つぐむ君。奥さんと一緒に。本当ですか？午後の予定はショートフライトが1件だけだ。順調に飛べば3時には戻れる。その後で少し家族と飛んでみたらいい。でも社長。実は飛行計画書も出してある。つぐむ君の少し早い誕生日プレゼントってことでさ。ありがとうございます。パパ、いってらっしゃい。マキさんって素敵よね。もっと自衛隊員なんてもっと怖い人かと思ったら、すっごく優しそう。2枚目だしな。お待たせしました。星川航空の牧です。つぐむ君、パパが帰ってきたらセスナ乗せてもらえな。うん。ビューンビューン。はいはい。急降下。雑誌の取材だそうですね。今日はクリアでよかったですね。もう少し行くとあちらの方向に。天気なんてどうでもいい。私たちにとって重要なのはあなたなの。牧二刀空尉。
陸自の兵が。なぜ？黙って誘導に従って。そろそろ目的地ぐらい教えたらどうだ。12キロ先、龍ヶ岬南端の海岸線に着陸してもらう。おい待てよ、そんなところに滑走路なんてないぞ。国道87号線を約1キロの区間封鎖したわ。一般道にセスナ、本気で言ってんのか。元イーグルドライバーの腕なら問題ないはずよ。BCST 米軍との連携で防衛庁内に新設された対バイオテロ特務機関だ。驚いたな、仮にも国家機関がこんな。それほどまで事態は切迫しているわ。君は？彼女は BCST の科学担当官であり本作戦の立案者だ。水原沙羅よ、よろしく。なぜこんな場所に。そちらのレーダーも確認してない、間違いありませんか。はい、あ、そうですか。はい、わかりました。それじゃどうも。これだけ探して一つも手がかりないなんて。やっぱり一平、すいません。社長、たった今マキさんのセスナが。無線連絡なしに着陸するやつがあるか。先輩、心配しちゃいましたよ。もうマキさん、倉島さん。ご無沙汰してます。あんたら一体。まず断っておくが、1ヶ月前から我々は君を監視下に置いていた。ずっと見張ってたっていうのか。その訳を説明しよう。今から約3ヶ月前、太平洋沖に未確認飛行物体が墜落、海自による調査が行われ、一隻の深海作業艇が消息を絶った。回収された船体は大破でも、操縦者の有働には奇跡的に生還し、その証言から作業艇を破壊したのが正体不明の青い発光体であることが判明したわ。青い発光体、つまりあなたと全く同じ状況がすでに太平洋海底でも起こっていたの。例の写真を見せろ。はい。生還から1週間後、伊予島研究施設で撮影された有働2位の姿。これは、彼は発光体の影響で
遺伝子レベルの変質を遂げた。そして施設から逃亡した。逃亡した。奴は紛れ込んだヤモリを体内に同化させ、その能力を顕在化させたのだ。他の生物を吸収し、さらに進化する。私たちは恐るべき怪物を取り逃がしてしまった。だから何が見えた？言うんだ。何かが兵士たちを、まるで獲物を狩るように、そいつは殺しを楽しんでる。もういい、もう十分よ。間違いないな。初期的変化です。ちょっと待ってくれ。まさか。最初は異常なまでに感覚が研ぎ澄まされる。有働兄の場合もそうだった。まさかお前らいずれ俺も化け物になると考えてんのか。だからこそ監視を続け、お前を拘束したんだ。冗談じゃない。俺は違う。俺はただの人間なんだ。じゃあなぜ硫黄島での惨劇をイメージしたの？ザワンの思念にシンクロし視覚化したからよ。ザワン、それがあの化け物のコードネームか。だったら俺は何と呼ぶつもりだ？ネクストかしら。教えてください、主人は今どこにいるんですか？マキは現在ある特殊な事情により防衛庁の施設にいます。ある事情って？今は詳しくは。しかし本件は国防に関わる問題です。余計な詮索はせず我々の指示に従っていただきたい。国防って？彼はもう自衛官じゃない、うちの社員だ。そんな勝手は通らんぞ。そうだよ。何だ。社長ももっと言ってやってよ。とにかく彼の安全を確認させてもらう。今すぐだ。従ってもらわなければ困ることになる。我々もあなた方も。ママ。つぐむ。パパ、どうして帰ってこないの？つぐむくん。パパは必ず帰ってくる。おじさんが保証する。倉島さん。とにかく今夜は自宅へ。お願いします。家族に連絡を取らせてくれ。せめて一言でいい。俺は無事だと。連れて行け。行くぞ。おい、おとなしく。準備は整えました。あとは待つだけです。だが確実に現れる保証はない。その場合の責任は。硫黄島研究所で記録された例の予言を私は信じます。
そして今度こそ必ずザワンを抹殺します。間違いない、ザワンの存在を感じたんだわ。センサー感、 A3 ブロックにターゲット出現。ターゲット、トラップポイントへ移動開始。行きます。一班2班は待遇展開、3班は1回正面で待機しろ。最後に確認する。間違いなくこいつで始末できるんだろうな。毒性は一度確認済みよ。 100% 殺せるわ。心強い答えだ。接近。射撃用意。出せ。俺をこっから出せ。出してくれ。おい。どういうことだ。毒に対する免疫抑制が強化されている。ザワンの自己進化速度は予測をはるかに上回る。
げろ。早く！やはり、ここにいたか。お前、邪魔だ。だから、殺す。完全な融合をしていないのだ。
どうして？やっと気がついたわね。覚えてない？あなたはザワンの襲撃によって変身したのよ。やっぱりあれは夢じゃなかったのか。怖い？自分が人間じゃない存在になるなんて恐ろしいに決まってるわよね。その恐怖は死によってしか解放されない。最初から知ってたんだな、奴が俺に引き寄せられ現れることを。お前ら俺のことをおとりとして利用したんじゃないか。その通りよ。だから硫黄島で監禁状態にあったウドニーは自分と同じ状況となる人間の出現を予言したわ。空から一連もう一つ光が。光？そう、そいつ俺を追って。何がそんなにおかしいの？そいつ邪魔だ。だから殺す。それで君らの予想通り俺は化け物になった。まずは俺から抹殺するか。いいえ、もうしばらく様子を見るわ。なぜだ？あなたは私の命を救ってくれた。意外だった。変身後ウドウ兄が恐るべき凶暴性を発揮したのに比べ、あなたは人間としての心をコントロールした。ネクストは私たちの抹殺対象に該当しないのかもしれない。少なくとも今はまだ。つまり君らは俺を役に立つ化け物だと判断したわけだ。協力してほしいの。あなたの力で奴を殺して。もし断ったらまた犠牲者が出るだけよ。ものすごい数のね。引っ張らしにするやつは。なんだこれ。なんじゃこりゃ。なんだ。
次は今持ち直して眠ってるわ。そうか、私何度も基地に連絡した。すまない。あなたの同僚の葬式に参列したとき、やっと実感したの。戦闘機乗りの奥さんになったんだって。でもつぐむはまだ5歳なの。今一番あなたが必要なの。意識が朦朧としてる間もずっとパパパパって。なのに決心はついた？なんで俺なんだ？マキ二等空尉。多分あなたは選ばれたのよ。何らかの意思によってザワンに対抗しいる特別な力を。その二等空尉ってのやめてくれないか。俺はもう自衛官じゃない。家族のために戦闘機を降りた。ある意味軟弱な、その辺にゴロゴロいる人間なんだよ。その俺がなんであんな化け物と戦わなきゃならないんだ。なぜだ。残念だけど私に分かるのは事態が刻一刻と悪化しているという事実だけよ。昨夜毒ガス事件が発生した日新宿の現場近くです。詳しいことはまだ分かりませんが、地下トンネル内では今も数名が行方不明となっており、警察と消防による捜索が続いています。まさか突如として大都市の中心に発生した今回の新宿の地下に。一部では何者かによる。大人になったら何になりたいか絵を描いたよね。今日はその絵を返します。名前を呼んだら大きな声でお返事して取りに来てください。では相沢康介くん。大工さんかな。牧つぐむくん。はーい。これなんて飛行機？ F-15J イーグル。そっか、つぐむくんもパパみたいにかっこいい飛行機に乗りたいんだね。うん。渋谷ひろこちゃん。はい。ねえママ。うん？パパ、僕のせいで自衛隊辞めちゃったの？そんなことない。パパがそう言った？うん。でも倉島のおじちゃんと飛行機の話してる時のパパとても楽しそうだった。すごくイーグルが好きなんだなって思った。なのにパパはつぐむのことが大好きなの。戦闘機なんかよりずっと。だからつぐむ？どうしたの？すぐま！すぐま！どうしたの？息子が倒れた。え？待って、彼の力でしか奴は倒せない。だから俺は化け物だ。奴を信用したのが間違い。まるまるこちらマリストターゲット逃亡、射殺許可願う。つぐむ。至急倉島一につないで。彼が監視してる親子に何か異変がなかったか知りたいの。つぐむ。
奥さん、つぐみ君は今、検査室に。まだ意識がなくて。きっと大丈夫ですよ、つぐみ君。マキさんの子供だもん。ねえ、社長。そうだ。ありがとうございます。でも、あの子、血液に先天性の疾患があって、もしそれが発病したんだとしたら。奥さん、大丈夫。信じなきゃ。そうですよ、大丈夫です。大丈夫。おそらく彼は息子の病状を感じ取り脱走した。必ずそこへ現れるはずよ。もしそうだとして、マキをどうするつもりです。倉島一、それはあなたが知る必要はないわ。新宿はまさに戒厳令下の様相を呈しています。つもりなの？奴と戦えば俺が死ぬかもしれない。頼む、一目だけでいい、息子に会わせてくれ。行かせてやれ。10分よ。それ以上は待てないわ。分かった。血液も正常値を示していますし、心配していた疾患の症状も特にありません。ではどうして意識を？原因はおそらく精神的な疲労ですね。今夜は念のため入院を。栄養剤の点滴で体力も回復するはずですから。では。こんなに小さな子に俺は。つぐむ、パパずっとそばにいるぞ。もうどこにも行かないからな。パパ。僕は大丈夫だから、お仕事行って。つぐむ、いいんだよ、お仕事なんて。ダメだよ、パパ。飛行機に乗るのが子供の頃からの夢だったんでしょ。僕も空大好きだよ。だからお仕事頑張って。僕も頑張って病気治す。そしたら今度こそパパが操縦する飛行機に乗せてね。約束してくれる？約束だ。俊一さん。どんなにひどい喧嘩をした朝も、
空を飛ぶ日だけは必ず笑顔で送り出してきた。ずっとそれだけは守ってきたから。陽子、行ってらっしゃい。気をつけて。ああ、行ってくる。あなたが戻ってこなかったら、私がザワンを仕留めるつもりだった。たとえ差し違えてでもね。奴の尻尾が切断された時、飛び散った破片からより毒性の強い特殊弾を開発した。奴の進化速度を超えられるかは疑問だけど、かけてみる価値は十分あるはずよ。奴の話をする時の君は、特別な感情を押し殺してるような感じがする。それも超能力。わからん。ただそんな気がして。ウド、高文、彼は私の恋人だったのよ。本当なら来年には式を挙げて、あなたみたいに家庭を持っていたかもしれない。平凡で温かい家庭を。硫黄島研究施設で私は彼を殺せなかった。僕を殺すのか。私のミスで多くの犠牲者が出た。今度こそこの手で。いや、それは俺の役目だ。ずいぶん遅かったな。ソガ別社からの指示。そうだ、行くわよ。ああ、待て。お前の作戦ミスで俺は大勢の部下を失った。このまま黙って行かせると思うのか。これ以上犠牲者を増やさないためには彼の力を借りるしかない。もう一度だけ私たちを信じて。一時待機。奴はいろんな生物を取り込み、形態と能力を変化させる。今はどんなおぞましい姿になっているか想像すらつかない。教えてくれ。何？俺は光に同化されても自分の意識を持ったままだ。でも奴はどうだ？奴も同じ光のせいでこんなことになったんだとしたら。違うわ。彼とあなたに憑依した光は全く別の存在なの。青い光と赤い光、
その巡り合わせが偶然なら彼には運がなかった。理不尽だけどそれが現実よ。でももしかしたら君がここに。気がついたらこんな場所に。教えてくれ、僕の身に何があったんだ。やっぱりそうだ。彼も人間の意識をなくしてないんだよ。怪物に体を乗っ取られ自由を奪われてるだけなんだ。その男は誰だ？サラ、ここはどこなんだよ。ここは天国よ。天国だって？そうよ、タカフミ。あなたはもう死んだのよ。命中はたった一発だけだぜ。ちゃんと狙わなきゃダメじゃないか。涙で目が曇っちまったんだな。甘いやつだ。さよなら、高海。
です。はい。空を飛べる。
流星みたいに。これ以上の戦いに牧の肉体が耐えきれない。俺が死んだら君はどうなる？おそらく牧と一緒に消滅するだろう。じゃあこの悪魔。ダメだ、ここで落ちるなんて。ダメだ、俺には守らなきゃならない約束がある。こいつを倒すこと、それが俺のラストミッションなんだ。Thank you.
死ぬのか。マキ、私は使命を果たすため君の命を。いいんだ、今やっと分かったよ。君と出会ったことはきっと運命だったって。運命？俺たち戦闘機乗りは自分の乗る機体を選ぶことはできない。もし乗った戦闘機が故障すれば、どんなに腕が良くても命を落とすことになる。でも俺たちはそれを運命だと受け入れ、空を飛んできた。君と出会って俺は最高のフライトができた。だから後悔はない。本当に後悔はないか。ただ一つだけ。息子との約束が守れなかったことが、一緒に空を飛んでやれなかったことが。悪夢のような大惨事からすでに1ヶ月が過ぎました。破壊の爪痕は今も生々しく残っていますが、それ以上に人々の心に残ったのはあの光の超人の存在です。恐ろしい怪物を倒し姿を消したあの超人は一体何者だったのでしょう。いつか再び我々の前に現れることはあるのでしょうか。子供たちは今謎の超人に憧れを込め、こう呼んでいます。ウルトラマンと。いってらっしゃい。気をつけて。すごいか。うん、ありがとうパパ、約束守ってくれて。でもな、つぐむとの約束が守れたのはパパだけの力じゃないんだ。え、誰のおかげなの？この大空に帰っていったパパの友達。友達？子供の頃に憧れた銀色の流星だ。ありがとう、ウルトラマン。大人になったらお父さんみたいなパイロットになって空を飛んでみたいです。それが僕の夢です。
Just to, I give my heart, give all to you.